ここはアゴゴ村だべ。適当に進んできただけなのに、こんなに近くに出ちゃうだなんて、やっぱりあたいはダントツで天才だべ。あ、あそこにいるのマーチさんじゃない？本当だべ。おーい、あ、姉さん、お帰りなさい。元気そうでよかったべ。あたいがいないと何にもできないから心配してただべ。それにしても今回は大変な目にあっただべ。牢屋には入れられるし、雪山登山もしただべ。まったく大スペクタクルのミラクルアドベンチャーだったべ。あ、姉さん、そんなことより、あれ？なんだべ？ハトイの土産話よりも大事なことなんて。ありゃりゃ、アゴゴが光ってるべ。今までこの森に住んでて初めて見たべ。なんだかダントツで落ち着かないべ。今度こそ写真撮らなくちゃ。何かを知らせてるんだわ、こんなにざわめいているもの。光るアゴゴの秘密を聞き出しに来たのですが、私は実に運がいい。こんなところに生息していたとは。そういえばこの場所は調べていませんでしたからね。あなたはショパンさん、あいつのこと知ってるの？アゴゴの森で会っていきなり襲ってきたのよ。そうだったでしょうか。そんな些細なことはいちいち覚えていませんね。しかし私も運がいいですが、あなたたちも相当運がいいですよ。本当ならフォルテ城に連れて行って光るアゴゴの秘密を喋るまでずっと痛い目に遭うはずでしたからね。光るアゴゴの生息地さえ分かってしまえば痛い目に遭う必要はありません。すぐに楽にしてあげますよ。あなたたちはもう用済みですから。皆さんの惨めな人生の終わりにひとときの慰めを差し上げよう。通してちょうだいね。はっ、どうだ。ザ・キュース賞賛が聞こえる。
が汚れる。やめてください。これ以上争っても何の意味もありません。まあいいでしょう。今日のところはその美しい瞳に免じて刀を収めてあげます。負けたくせに偉そうなこと言っちゃって。次に会う時までその小鳩のような命をせいぜい大切にしておくと良いでしょう。右足の速いやつだべ。みんな怪我はなかっただか。結構大変だったな。ポルカ姉ちゃん大丈夫？なんとか。フーガ、向かったそれにしてもあの娘の周りだけ光っている。何者だ。これでは見つけるのが難航したのもうなずける。そもそも制作地など関係なかったんだから。どうやら光るアゴゴの秘密とやらがぼんやり見えてきたようだよ。鍵を握るのあの娘か。
悪く思うなよ、フーガ。私の手柄になっちまったあいつ、何しに来てたんだろう。アゴゴの秘密がどうとか、カッコつけてごちゃごちゃ言ってたべ。光るアゴゴの生息地を調べに来ていたようでした。それだべ。アゴゴが光るなんて、ダントツぶったまげただべ。え？アゴゴって、普通は光ってないの？当たり前だべ。そんなことも知らないなんて、ビートは頭の中までお子様だべな。姉さん、そのことなんですが、私、少し調べてみたんです。初めてこの森にいらした時も、皆さんは光るアゴゴをご覧になってるんですよね。確かに、光っていたわ。な、それは本当だか？信じられないべ。私も最初は信じられませんでした。でも、アゴゴの森番に伝わる話をいろいろ調べてみたら、光るアゴゴの伝説が残っていたんです。伝説か。なんだかワクワクするよ。早くその話を聞かせるべ。はい、伝説にはこうありました。アゴゴは森の鏡、心の鏡、きらめく石の輝き映し、光る時こそ時の時。乙女の涙を求めて、慰めんとき光る。ほうほう。なになに？どういう意味なの？さっぱり、わからないだべ。なんだよもう、期待して損しちゃったよ。心の鏡、きらめく石。あ、ウルカ姉ちゃん、わかったの？石って、ドラスティのことじゃないかしら。ええ、私もそう解釈できるのではないかと思います。つまり、アゴゴはトラスティの輝きを映して光っているのではないでしょうか。僕、トラスティなんてただのおとぎ話だと思ってたよ。でもそれが本当なら、僕たちのトラスティピッカピカってことだね。私たちというより、ホルカさんの周りのアゴゴが光っているようにも見えますね。そう言われてみれば。それにしても気になるのはあの男です。確かワルツ伯爵も光るアゴゴを探していましたよね。ということは、ひょっとしてあの人、ワルツ伯爵の家来だったとか？可能性はありますね。実際にサルサさんは伯爵に会いに行って投獄までされたのですから。えらく物騒な話だべ。あたいはマーチが心配だから、少しここで様子を見てみることにするべ。私は母さんのことが気になるから、一旦テヌート村に帰ってみる。よし、それじゃあ時間を決めてリタルダントで落ち合おう。僕はリタルダントのアジトに戻ってみるよ。もしかしたら兄ちゃんが帰ってきてるかもしれないし。では私もビート君と一緒に行きましょう。ジルバさんが来るとすれば、おそらくリタルダントでしょうから。